皆さんこんにちは、朝なぎコンサルティングの司法書士加用真理乃です。ちょっと、ね、最近なんですけれども、ちょっと近況報告すると、なんかもう今日もなんですけれども、本当に、1日1日独立してから良い1日を過ごしてます。でも本当に激動の1日で、もう私自身も何が起こってるかすごい分からないっていうような状況の毎日を過ごしてます。またちょっとね、近々皆さんにいろいろとご報告できると思うので、ぜひちょっと楽しみにしていただければと思っております。楽しみではないと思いますけど、またちょっとご報告させていただきます。今日はちょっとそんなところで、また動画更新いたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。